ツールボックスには、オブジェクトを変形させるためのツールもいくつか用意されています。まずは、回転をご説明します。回転をさせるためには、回転をさせるオブジェクトを選択しなければいけません。ですから、選択ツールで、このデザインされたイラストにしましょう。クリックして選択します。そして、回転ツールをクリックします。そうしますと、回転の中心となる位置に、丸にプラスの印が出てきます。そして、 ドラッグをすれば回転するんですが、オブジェクトの上でなくても結構です。外側でも結構です。ただ、あんまり中心点に近すぎると微妙な調節ができませんので、少し離れたところでドラッグをしてみます。ちょっと文字にかかっちゃいましたかね。少し戻しましょう。次に、このカラフルな漢字4文字のうち、2番目の「色」だけを15度。 回転させたいいと思いますまず回転させたいオブジェクトを選択ツールでクリックして選択します。そして回転ツールを選択です。角度を指定してという場合には中心位置も指定ができます。じゃあ真ん中にしましょうということでポインターを中心に合わせます。そしてキーボードからマッキントッシュはオプションキー、Windows は Alt キーを押しながらクリックしてください。回転のダイアログが表示されました。 角度というところ、現在0になっていますが、0をドラッグして、そして15度ですから15とタイプします。OK を押してもいいんですが、プレビューにチェックをつけておきますと、この背後ですでにちゃんと回転していますね。では、これで良さそうなので、OK ボタンをクリックします。ちなみに、元のオブジェクトを残したまま、コピーを回転させたいと。 つまりオブジェクトが2つになるんですが、その場合にはコピーをクリックしますが、今回はオブジェクトそのものを回転させますので、OK ボタンです。今度はオブジェクトあるいはフレーム自身ではなく、フレームに配置した中の画像を回転させたいと思います。中の画像を選択するには、選択ツールではダメですね。ダイレクト選択ツールです。ダイレクト選択ツールで画像をクリックします。その上で、 先ほどと操作は一緒です。では、フリーハンドで回転させましょう。回転ツールを選択して、ドラッグをすると、中の画像が回転します。この料理の写真をもう少し大きくしたいと思います。これは、拡大縮小ツールで行います。操作の手順は、回転ツールの場合とほぼ同じです。まず、選択ツールで写真をクリックです。 選択ツールで選択しますと、フレームとともに画像も拡大あるいは縮小されます。そして、拡大縮小ツールを選択。拡大縮小の中心点が表示されます。そして、ドラッグです。画像の上でなくても構いません。外側にドラッグすれば拡大ですね。内側ですと縮小なんですが、このままですと縦長になったり、横長になったりしてしまいますね。縦横比を崩したくないという場合には、キーボードからシフトキーを押してください。 そうしますと、縦横比が維持されたまま、つまりプロポーションが崩れずに、拡大、あるいは縮小することができます。この写真は、フレームのサイズは変えずに、中の画像だけを縮小したいと思います。中の画像だけをという場合には、まず選択するのは、ダイレクト選択ツールですね。これで画像をクリックします。この画像は上の方に少し余裕があるようですね。では、また拡大縮小ツールをクリックして、 拡大縮小の点が現在ここにありますけれども上に余裕があるわけですから起点は下の方がいいですねですからこの辺でマッキンとしはオプションキー Windows は Alt キーを押しながらクリックします拡大縮小のダイアログが表示されました縦横の比率を同じにする場合には一定の方です縦横の比率を変えるのであれば不定を選択して別々の数字を入力できます今回は比率は崩したくないので 100%を、ではドラッグをして90、90%にしましょう。90とキーボードから入力します。そして、プレビューやコピーについては、回転の場合と同じです。今回は、OK ボタンをクリックします。画像が多少縮小されて、風景の全体が見渡せるようになりました。今度は、歪み調整ツールです。これは、オブジェクトを仕上げさせると。 いうようよな時に使います操作の手順は回転や拡大縮小のツールと同じです。まず選択ツールでオブジェクトを選択、テキストフレームを選択しました。その上で、歪み調整ツールをクリックです。中心点が丸にプラスの形で示されます。そして、ドラッグをすると斜めになります。ドラッグする方向によってかなり形が違ってしまいますのでご注意ください。間違えてとんでもない ににげてししままったという場合には取り消します。編集メニューの一番上、これが取り消しです。傾斜アイテムを取り消し。改めて、まだ歪み調整ツールが選択されていますから、ゆっくりとドラッグします。原点、中心点からできるだけ離れたところでドラッグした方が調整はしやすいと思います。特にこのツールの場合ですね。では、こんな感じにしてみました。キーボードから、 マッキンとしてはオプションキー、Windows はオルトキーを押しながらクリックしてダイアログを出せるというのは他のツールと一緒です。一応確認だけしておきましょう。では、オブジェクトを選択ですね。一時的に選択ツールにしましょう。キーボードからマッキンとしてはコマンドキー、Windows はコントロールキーを押しながら、その間だけ選択ツールに変わっていますから、オブジェクトをクリックです。そして、キーを離すと、また歪み調整ツールに戻りますので、この状態で、歪み調整ツールの場合は中心点、 を原点とした方がいいと思いいますととしたいところにポインターを合わせたら、オプションキーもしくはオルトキーを押しながらクリック。歪めるのダイアログが表示されました。まず角度を入力する。ここはいいですね。数字を例えば何度という形で入力します。そして歪めるときには軸があります。先ほどは垂直方向を軸として歪めました。 水平方向にするかあるいは自由に角度を入力してその角度で軸を決めるかという設定がありますそしてプレビュー、コピー、OK というボタンは今までのツールと一緒ですねここは確認だけでキャンセルをしましょう変形のツールのおしまいは自由変形ツールです自由変形ツールはその名の通りこれだけで拡大縮小したり回転したりということができます 操作の手順は他のツールと一緒で、まず選択ツール、あるいはダイレクト選択ツールで変形をしたいオブジェクトを選択します。選択ツールで選択しましたので、フレームごと中の画像が変形できます。そして自由変形ツールですね。ハンドルが八方に表示されますので、例えば角のハンドル、ドラッグすると縮小したり拡大したりすることができます。プロポーションを崩したくない場合、縦横比を 固定したい場合には、キーボードからシフトキーを押した状態でドラッグをすると縦横比が崩れません。それから真ん中のハンドルですと垂直方向あるいは水平方向のみを拡大縮小することができます。それからハンドルの間、外側にポイントを合わせますと丸い両方向の矢印にポインターが変わります。この状態でドラッグすると今度は回転させることができるんですね。 回転させてオブジェクトが斜めになりますと、それをすっぽりと囲うようにボックスが表示されます。拡大縮小の操作はこのボックスのハンドルで行ってください。では、今回少し縮小しましょう。中心から縮小をしてみたいと思います。まず、ハンドルにポイントを合わせます。今回は左上のハンドルです。そして、キーボードからマッキンとしてはオプションキー windows は alt キーを押した。ままドラッグすると中心から。 縮小あるいは拡大をすることができます。それから移動も簡単にできます。オブジェクトにポイントを合わせてドラッグをすれば結構です。ではもう一度回転をさせましょう。ハンドルの中間のあたりにポイントを合わせて外側ですね。水平に戻したいと思います。この自由変形ツールを使って歪み調整ツールのように斜めに歪ませることも可能です。 その時には、まずハンドルは角ではなくて真ん中にします。今回は水平方向に歪ませたいので、水平の真ん中のハンドルにポイントを合わせます。ちょっとコツがいるんですが、まずマウスボタンを押したままにします。それからキーボードからマッキントッシュはコマンドキー、Windows はコントロールキーを押したままにします。ポイントがちょっと形変わるんですが、それでドラッグをしますと、斜めにすることができる。 さらに、上下あるいは左右、反転させることも可能です。この場合もハンドルは真ん中のハンドルを使います。上下反転させましょう。ですから、上の真ん中のハンドルにポイントを合わせます。ずっと下に持っていくと縮小になっちゃうんですが、それでも構わず、今度は下の辺を越えます。そうしておいて、マウスボタンを離しますと、上下が逆さになりました。自由変形ツールは、 キーボードのキー操作と組み合わせて様々な変形ができるんですけれどもちょっと一遍には覚えづらいところもあるかもしれませんその場合にはぜひオンラインヘルプをご参照くださいオンラインヘルプの自由変形ツールの使用という説明の中で関連項目として自由変形ツールを使用して何々するにはという説明が列挙されていますここでご自分の調べたい操作をご覧になるとよろしいかと思いますここで。 選択ツールを使って画像を選択します。そして自由変形ツールを選んで他のツールと同じような感覚でキーボードからマッキントッシュはオプションキー、ウィンドウ s はオルトキーを押しながらクリックするとダイアログ出てこないんですね。なぜかと言いますとこれは自由変形ツールにはダイアログでなくパレットが対応しているんです。パレットはウィンドウから変形です。そして この変形パレットのスケール X%、これが水平方向の拡大縮小率。そしてスケール Y% が垂直方向の拡大縮小率。それから回転の角度ですね。そして傾斜 X 角度と出てますが、要するに歪みの時のあの斜めにする角度ということになります。変形パレットで操作をするには、まず参照ポイントを決定します。 現在は参照ポイントがフレームの中心になっています。その X 座標、Y 座標が現在ここに表示されています。それから W は幅、H は高さですね。このパレットで操作をするときには、左上隅が個人的にはよろしいのではないかと思います。クリックすると、XY の数字は変わります。幅と高さは、これはもちろん変わりませんね。で、例えば、この数字をドラッグして、キーボードから230と。 打ちます。5ミリほど左に寄りますね。タブキーで次のボックスに移ります。さて次に、ここを押すはやっぱり5ミリほど下にということで、140の0からドラッグして、145、エンターキーを押すかタブキーで次のボックスに移れば、フレームが移動しました。拡大縮小についても同様ですね。この左ウエスを基準にするのか、 あるいは拡大縮小の時は中心にしたいという場合もあるかもしれません。現在は選択ツールでフレームを選択しているので変形パレットの情報はフレームの情報です。中の画像について変更を加えたい、情報が見たいという場合にはダイレクト選択ツールを使ってください。そして中の画像をクリックします。そうすると中の画像は縮小されているようですね。ではこの数値を変えたいと思います。 参照ポイントは中心にしておきま,すまず水平方向のスケールなんですけれども数字をドラッグしてその上でキーボードから入力しても結構ですが主な値については右の下向き三角のボタンここにありますのでではもうちょっと縮小して50%ということにします垂直方向のスケール y% についても同じように右の下向き三角のボタンをクリックして50%ですついでですから 回転もやっておきましょうか。これも数字を直接入力しても結構ですし下向き三角のボタンでそうですねマイナス30度ということは時計方向に30度回転しますそうするとこの参照ポイントも回転してくれるのが芸が細かいですねそしてこの30度という数値はずっと残っていますということは元に戻したいという場合にはまたここから0%を選択すればいいということです 数値に基づいてきっちりと割り付けをしたいという場合にはこの変形パレットをお使いになるとよろしいかと思います。